こんにちは、サラダです。本日は明星85年3月号の少年隊の記事、振り返るのはこれっきり、Don't Look Back の後半を朗読したいと思います。まず写真がありまして、3人がね一緒に写っておりまして、あの服装がね3人とも違うので、また別の日にね撮影したと思います。見出しがね、少年隊東京六本木となってまして、記事がありますので、朗読いたします。東京六本木、ちょっと気取った遊び人たちの街。でも一本路地裏に入ると、民家があり、商店街もある普通の街。そんな六本木の裏通りにおたふく坂はある。誰がこんな名前を付けたのかわからない。とにかく何の変哲もない小さな坂である。でも少年隊の3人にとっては、とても懐かしい響きを持つ名前なのだ。日記、大東、早いな、もう帰ってきたのか、何して暇つぶしてたんだ。東、川崎は都会だから六本木まですぐなんだよ。30分前に着いたからアクシス、ファッションビルで買い物してたんだ。やっぱ植草は千葉だからおっせえな。日記、お、来た来た。植草、悪い悪い。いろんなところ行ってきたから遅くなっちゃって、学校でしょ、千葉公園でしょ、昔の家でしょ、だから飯も食ってないよ、ああ腹減った。東、そういや今より昔の方が腹いっぱい飯食えてたと思わないか。日記、それは言えてるな。この坂の下に前の合宿所があって、行くとインスタントラーメンとかフライドチキンなんかがいつもあって。植草、よくマヨさんなんかが麻布の商店街へ行ってたこ焼き買ってきてくれたもんな。東、腹いっぱいになったらこの坂でスケボーして遊んだし、土曜日がいつも待ち遠しかったね。学校が終わると一目散に合宿所へ向かったよ。日記、合宿所へ行けばいつも誰かいたもんな。飯食ってゲームセンターへ連れて行ってもらって、その後バッティングセンター。植草、今の合宿所よりずっと狭かったけど、先輩や後輩たちが入り混じってて、ワイワイすごくいい雰囲気だったよな。東、そうなんだよ。実は僕、踊りが好きになったのはその雰囲気のせいなんだ。最初は踊りなんか男のするもんじゃないと思ってて、レッスンも嫌いだったんだ。そしたら合宿所に遊びに行った時、トシちゃんがマイケル・ジャクソンのビデオを見てたんだよ。それで一緒に見てたら、かっこよさに感動しちゃってさ。それからマイケル美容さ、もちろん踊りも大好きになっちゃった。植草、俺だってそうだったよ。レッスン場へ最初見学に行ったら男がいっぱい踊ってるだろ。思わず鳥肌が立っちゃったよ。気持ち悪いって。その時東と日記に初めて会ったのかな。でもずっと見てるとみんなすごく真剣なんだよね。それで実際にレッスンに参加してみると意外に楽しかったりして。日記、みんなそうなんだよね。俺だってやっぱり先輩たちのそんな姿を見てぐいぐい引き込まれちゃったんだよ。だから高校受験のために一年レッスンを休まなきゃならなかった時は辛かったよ。東、僕も僕も。植草、ははは、俺だけ高校受験でも通いながら受験したもんね。日記、そんなこと言っていいのか。注射の時、タノキンツアーでロスに行った時のこと言うぞ。東、ロスのレッスン場で冷房が効いてないなぁなんて言って先生に怒られただろ。そのくせすぐバテたりして。植草、自分だってあの時は坊主頭のくせして、ハワイでマッチにこんなとこまで坊主頭で来るんだなって言われて頭ベチベチ叩かれたりしてたじゃないか。日記、しょうがねえな。もうこれじゃわだわだ故郷にも行ってオタフク坂に再集合して初心に戻るなんて言って無駄だよ。またニューヨークへ行くけど、ミュージカル見ても再び居眠りだな、こりゃ。植草、おい東、日記、自分だけ寝てなかったようなこと言ってるぜ。日記、あれ知ってたの？なんて集まるとすぐワイワイ楽しい話に落ち着いちゃう三人。でも知ってるかい？今、事務所のジュニアたちの目標が誰なのか。尊敬する人は少年隊ですと、きっぱりとジュニアたちは答える。なぜなら合宿所の鏡の前でいつも通りの練習をし、食事をしながらも歌を覚えている姿を見ているから。そしていやいややってるのではなく、心から楽しんでやっているのを知っているからなのだとなってまして、非常にね、記事が読みにくかったです。その色合いがね悪いのと、字が小さいんで赤いのでね、今回もねちょっとだいぶ苦労
して朗読したので、ちょっとお聞き苦しい点があるかもしれませんが、申し訳ないところです。それがね、ただその当時の印刷とか書き方がね、そういう難しかったので、言い訳ではないですけど、一応言っておきます。まあね、この記事のね、内容、ざっくり言うと、またね、六本木のね、このオタフク坂に集まったということで、古いね、昔のその合宿所の話でね、花が咲いたという感じで、川崎麻耶さんとかがね、麻布のね、商店街行って高い買ってくれたとかね、そういう思い出がね、あったりとか。で、最初ね、東さんがね、踊りはね、そんなに男のするもんじゃないとか思って、あんまり好きじゃなかったんですけど、たまたま帰った時にね、合宿所に、トシちゃんがマイケル・ジャクソンを見てて、それでね、自分もマイケル・ジャクソンにハマっちゃったというね、そういうきっかけをね、話されてます。やっぱ当時ね、やっぱマイケル・ジャクソンがだいぶこのブームだったんでしょうね。多分。それで、皆さんね、あの頃は、マイケル・ジャクソンかなり売れてまして、で、歌もね、すごかったですけど、やっぱ踊りにね、かなり目覚めた人も多かったんではないでしょうか。特にね、ジャニーズ系はね、そうだと思います。で、これでね、またニューヨークって言ってまして、この当時結構ジャニーズ事務所の方、ニューヨークで、ショーとか見てたんでしょうかね。結構ね、ニューヨーク行くっていう話もしてますよね、ミュージカルね、研究しにっていう。で、いろいろ話もしてて、なんかタヌキンツアーで、誰やったっけな、ウエクター、かっちゃんかな、なんかそういう、いろんな話もあったりとかして、結構ね、懐かしい話をね、いろいろされてます。結構ね、で、最終的には、このジュニアの目標がね、少年隊に先はなってるよっていうことを書かれてまして、それはね、3人がただ単に練習じゃなく、実際にショー自体も楽しんでね、練習も楽しんでやってるっていう踊りもね、そういうところに、後輩の方はね、惹かれてるということで、なんていうか締められてますね、記事もね。実際ね、この頃は、本当にジュニアのね、目標だったと思いますね、3人ともね、一番輝いていた時期なんで、本当に。この後にね、もちろん、スマップとかね、出てくる形の流れになってくるんでしょうね、渋垣隊とかね。だからそういう面では、非常に先駆者的で、素晴らしいね、3人組だと思います。それではね、記事の朗読も終わりましたんで、この辺りで失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録またお願いいたします。